こんにちは、ドクターネックスです。やってなかったイベントをね、サクサクっとこなしていきたいと思います。まずは、女性神話協会お月見パーティー。1話、お月見をしよう、つるりんが。女性神話協会の定例会、忙しくも議題の内容を粛々と進めるが、イサネがあることに気づく。女性死神協会による定例会の途中、面白い、残念だ、案ずることはない、残念だ。アイゼンの使用頻度を上げたくてさ。残念だ。私の勝ちだ。さあどうぞ行こう。2話、お団子準備。お酒を確保したランギクとナナオ。一方、ヤチルたちは目当ての団子屋へと向かうのだった。面白い、残念だ、案ずることはない、残念だ。サクサクと進むぜ。残念だ。本当ね。私の勝ちだ。はい、ラストさんは精霊帝のお月様。無事お月見を開始することができた、女性死神教会。料理にお酒にと楽しんでいたが、面白い、そこでツルリンの出番ですね。案ずることはない、残念だ、終わりだ、残念だ。潜ってる敵を倒せるのはなんかないですかね。必殺技では倒せるんだけども、
これは怒っている。残念だ。私の勝ち。珍しく平和に終わったな。はい、今回はここまで。多分動画が上がる頃にはこのイベントは終わってます。最近はねブレスルガジェチケットを集めたいんでこういったイベントを僕は回っていってます。今回はここまで。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。